バレンタインの時期でですね、チョコレート業界がこうこうこういう仕掛けで、バレンタインというものがね、日本でも定着をしていって、大きなビジネスに広がっていったというような話をラジオ番組で聞いたんですよ。その時にですね、そうだなチョコレートも平らだよなと。まっ平らだなと。海苔もまっ平らだし。海苔って、中にはこうブラックペーパーって言われるぐらい、 あの、外国の方は、紙というふうに、え、おっしゃる方もいらっしゃる。紙であるならば、紙に何か書けないかな、ということでですね、27ぐらいの時だったと思いますが、ノリに、楽しんでいただけるような、文字なり、キャラクターなり、広告なり、こういったものを入れられないものかな、ということで、そこから、 そうですね。一年ぐらい後に商品が完成しまして、特許事務所にご依頼に行って、特許の出願をしたということですね。私がその海苔のメーカーをしている時にですね、えー、海苔とお茶の返礼品をですね、ある葬儀者さんにおろしをしていたんですよ。ところがですね、その、本当に満足できる商品を提供できないんですね。 なぜかというと、私どもがいつも気にしていなければいけないのは、葬儀者さんに気にしていなければいけない。あるいは、担当者さんに気を使っていなければいけない。そうでないとなかなか受注がいただけないというような状況だったんですね。お客様に目を向けなければいけないのに、葬儀者に目を向けなければいけないのは、これはおかしい。本当にご納得いただけるお返し物を返せる場所を自,自ら作った方がいいだろうということで、葬儀者を立ち上げたということです。 そうしますと、なかなかその中身たるものはですね、返礼品だけではないんですね。例えば、祭壇にお飾りする花の問題であったり、皆さんからいただくご教科の問題であったり、えー、あるいは料理の問題であったり。いろんなところにですね、本当にこの葬儀業界、これから10年ぐらい前までは、グレーな部分がいっぱいありました。あまりにも高額なマージンの要求、こういったものを変えることが、 私どもの使命であるだろうと。それをすることによって、本当にお客様に満足いただけるサービスが提供できるだろうと。お客様の満足度を徹底的に追求する。ということでしょうか。皆さんが想像されている以上に、葬儀の仕事って大変です。365日24時間。それでもですね、本当に お宅に頼んでよかったわ。ありがとうって言ってもらえるこの言葉。この言葉で社員は救われてると思います。ええ。ですから、弊社はですね、非常にリピーター率が高いです。中には、そのお客様が私どものファンになっていただいて、お客様が積極的に何かあると、私どもをご紹介をいただくという。こういうケースが非常に多いですね。私どもの社員が家族の一員になっているということだと思います。 身内に葬儀者がいるというような感覚になっていただけるぐらい私どもの一人一人の社員は親身になって本当にご家族に寄り添ってお手伝いをしているというようなそういう経緯の結果だと思いますねキャッチコピーの一つとして大切な人だからオンリーワンの葬式っていうのを一つのブランドにしております大切な人だからというこの言葉の重みこれを 我々も大切に受け止めて、お客様にも大切な人だから、ぜひ、ぜひ、お宅でお手伝いしてほしい。こう言わせる、言っていただける。それには、やはり満足度を追求するというのが、私どもが一番目指すところでしょうかね。例えば、個人様が、記憶に残ってるご夫婦で旅行に行かれた、あそこの景色が、 祭壇に作れないでしょうかもちろん、そういうことができるなんてお客様は思っていらっしゃいません。ですから、こちらからご提案するんですね。どこか思い出の地、思い出の場所、ないですかそれを力の限り祭壇の中にイメージさせていただきます。これがまず一つですね。それから思い出コーナーですね。遺品をこう飾ってあげると。これも、 今ではもう他者様もやられていらっしゃいますけれども、おそらく私どもが初めてじゃないかなと思います。ベッド料金でまたその分いただきますよではなくてですね、普通にそれをあの無料で提供している。それから3番目、個人様が大好きだったふるさとの料理、あるいは思い出の料理、小さい頃食べられよく食されてたもの、あるいはあそこのうなうが好きなんだよな、 って言われるような思い出のお店のお品であったりとか、そういったものをですね、お客様とヒアリングをして、ご要望をいただくようにして、それを徹底的にお通夜の日、あるいは告別式の日にご提供させていただいています。あともう一つはですね、あの、オリジナル霊場と申しましてね、これもあの、プロのライターがヒアリングをして、世界に一枚しかない霊場を作らせていただいております。 私の父親もですね母親が8年8年前ですか他界してからずっと一人でいるんですねで一人でいる中で「親父そろそろ一緒に住もうよ」と言ってもなかなか住んでくれないんですよなぜかというと非常に母親に苦労をかけたんですよ私の父親はその母親とね 最後まで暮らしてた家から離れたくないという思いがあってその父親を見てる時にですねまあ今79歳なんですがやはりこの介護の仕事っていうものがどれだけ父親を助けてくれてるかいろんな方々にお世話になりながらですねそういう方々そういう業界の方々に助けて頂い,いてるという、まあ、そこがその介護事業に対する私の説得 私どもが目指しているのはですね本当にこれから一人暮らしでうん一人で亡くなっていく方もたくさんますます増えていくだろうとそういう方々がまあ70年80年90年生き抜かれてきて一人で、えー、旅立っていかれるのは非常にかわいそうだろうなとそういうこともみんなでケアしていけ,いけるような施設づくりをしていきたいなと。 ですから、まあ、一例なんですが、やはり最後ともに暮らした5年、10年、一緒に共に暮らした施設の方々に見送られて、最後をというような、そういう環境を作ってあげたいなと思ったんですね。大小にあまりこだわっていません。ただ、一点だけこだわっているのは、本当に満足いただける様々なサービスを提供したい。 それには、オンリーワンを目指すということでしょうかね。私どもにとっても、お客様にとってもオンリーワンを目指す。